こんにちは。株 FX の投資経済ニュース&裏情報のコーナーです。よいしょ、ね、うん、なんかいろんなことが世界でうごめいていますけれども、はい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 、ざわざわざわしてますけども、ざわ遠いですね。最近も暗いニュースというか、そうですね、きな臭い動きいっぱいありますけど、はい、その中でも今回はですね、うん、そのきな臭い動きの大本命を、大本命やっちゃう。いいよ、なんか楽しい話してよ。まあ、このコーナーがね、うん、この株 FX コーナーそもそも始まるきっかけともなったドイツ銀行問題の最新情報が来ましたので、やっていきたいなと思います。知りたくない現実が。まあね、言い換えればもう世界経済を壊滅させる超巨大爆弾のもう大本命ですね、うん、ともいえるドイツ銀行問題の最新情報ですね、お伝えしていきたいと思います、うん。まあ、最近、まあ、僕はちょっとそういう意識で見てるからかもしれないですけど、ドイツ銀行に関する YouTube とか、うん、記事とかめっちゃ増えてるんですよね。あ、そうなんですね。周りもついにいろいろ言い出してきてるんで、うんうん、まあ、それぐらいもやばくなってるのもあるし、うん、まあ、僕はもう4年前から売ってるから、うん、この先見の明が神尾良子ですね。今回最新情報をお伝えしたいんですけど、うん、また やらかした。やらかした。新しいことをやらかしました。また、やばいのに何やってんねんってみたいな話をやったんですけど、うん、まあね、またお約束のようにドイツ銀行新しい大問題が発生しました、うん。まあ、簡単に言うとですね、超巨大な歴史上最大額のマネーロンダリング事件の渦中にいております。なんでなんでよ。いつの間によ。まあ、これによってですね、まあ、いろんなところに関係してるんですけど、一つデンマークにね、うんうん、デンマークの中の最大手銀行であるダンスケ銀行ってとこあるんですけど、うん、そことドイツ銀行がこの歴史上最大額のマネーロンダリング事件に巻き込まれ、うんうん、ドイツ銀行の危機が今勃発またしておるという状況なんですね。それはまあ普通に経営状態が健全でもちょっとやばい話、うん、全然やばいです。ああ、そうですか。今から言いますけど、うん、すごいことになってます。ブルームバーグの見出しが一番分かりやすいので、そちらからまずご紹介したんですけども、うんうん、そのブルームバーグの記事のタイトルは、ダンスケ銀行 CEO が辞任表明、最大 26.3 兆円の資金洗浄の疑いということで、26兆円マジでのマネーロンダリング疑惑なんですよ。ほう。でしかもそのお金がロシアなんですね。ロシア、うん、っていう話をしていきたいんですけども、これそもそもきっかけとなったのはですね、ウォールストリートジャーナルのスクープなんですけど、うん、その後ね、世界もう全世界の有名な著名な経済誌ね、ウォールストリートジャーナル、ロイター、ブルームバーグ、フィナンシャルタイムズ、イギリスのね、うん、とかもうこの問題をもう続々と報じております。ほー、はい、報じてないのは日本ぐらい。知らんわ。日本だけ。いつもの構図ですけどね。まあもちろん報じてるんでしょうけど、ちっちゃいからみんな見ないっていうかね、うん、そうですね。よっぽどの経済をよく見る人だったら知ってるかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、普通の新聞にはデカデカとは載ってないですよね、うん、そうですね。ドイツ銀行なんてあんま見ないでしょ。そうですね、記事読んでても、うんうん、ってことで、でこの事件の詳しい中身見ていきたいんですけれども、まずね、そもそもデンマークの最大手銀行、一番大きい銀行であるダンスケ銀行というところがあるんですけど、うん、これはね、首都のコペンハーゲンに本社がありまして、うんうん、コペンハーゲン証券取引所に上場しています。まあ、でダンスケ銀行っていうのはデンマークの言葉で、まあ、デンマークの銀行っていう意味みたいですね。だからもう本当に中心のある大銀行なんですけどね、歴史のある。でこのダンスケ銀行のエストニアっていう国ありますけど、うん、そのエストニアの拠点でどうやらロシアとか旧ソ連圏から大量に資金を受け入れたと、うん、で正直その資金がね、どのような資金なのか、うん、そして資金源は誰なのか、うんうん、そのマネーロンダリングとか怪しい資金なのかとか、うんうん、全く不明なんですよ。へえ。誰かが分かんないんですよ。誰のお金を預かったのか分かんないんですよ。なんでよ。でその額は最大2340億ドル、うん、まあ為替とかの動きもあるんで、大雑把に言いますと大体日本円で約26兆円なんですね。26兆円ものお金が誰から預かったか分からないってこと。うん。でそれを資金洗浄してた、しかもロシア ね、 そうね。で今回その今回この事件が起こった視点であるエストニアといえば、当然バルト三国に属する国ですけども、うんうんうん、エストニア、ラトビア、リトアニアか、うんうんうん、ね、でこの三国はもともとは旧ソビエト圏だったんですけど、うんうんうん、今現在このバルト三国は EU にも加盟してるんですよ。あ、なるほど。
でユーロも使ってるんですね。もともとはソ連のグループやったんですけど、今はユーロに、うん、EU に属しててユーロを使ってると、うん、足洗ってね、うん、足こら温心転換ってねなのでね、北欧の方々もそうですし、もちろんデンマークもそうなんですけど、うん、地理的に言うとバルト三国っていうのは海を渡ってもすぐっていうか対岸なんですよね、うんうん、そうですね。なので結構自由に船で行き来できるんですよ、うんうん、EU 国内は移動自由ですからね、うんうんうん、あの国境内でね、うん、EU のパスポート持ったらね、うん、なのでもう船で行き来してるんですけど、うん、でも先ほど言ったように歴史的に見るとバルト三国っていうのはもうソ連、つまり今のロシアとつながりももちろん残っているわけですよ、うん、ほう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 。でも現在はバルト三国は EU の金融システムの範囲内なわけですね、うんうんうん、EU の金融システムに属してるけどソ連ともつながりがあるのがバルト三国なんです、うんうん、地理的に言っても船で行き来できるぐらい近いと、うん、なのでロシアとか旧ソ連圏から怪しい資金を流して流す通り道としては好都合なわけですね。なるほど。エストニアがね、だってどちらからも怪しまれないわけですよ、うんうん、EU の圏内から別にお金あるしロシアの圏内にあるからいいってことで好都合な場所だったわけですね。でそのエストニアのダンスケ銀行のエストニア支店から、うん、その本社でダンスケ銀行にやってきた資金、まあおそらくロシアマネーですね、うんうん、をドルに変えるわけ、うんうん、ドル転っていうんですけど、うんうん、日本あの専門用語で、つまりロシアの資金をそのままやったら世界で使えないから、うん、ドルに変えたわけですね、うんうん、ドルやったら世界で使えますよね。そうですね。でそういう感じにするドル転してる、もしくはその怪しい資金を一回ドルに変えることによっていわゆる資金洗浄もねロンダリングをしてた担当がドイツ銀行なんです。担当何担当しちゃってるんだろうねつまり、もう一回言いますと、エストニアで謎のロシアの資金を大量26兆円預かった、うん、それをダンスケ銀行に持っていった、うんうん、デンマークの本店、うん、でもデンマークではできないんで、そういうドル転とかに強いドイツ銀行がそれをドルに変えたと、ほういう構図でございます。へえ、当然分かっててやってるんですよね。もちろんもちろん。ほらでこのコーナーでもお伝えしたように、そもそもね、もともとドイツ銀行というのは為替などの海外業務は世界トップクラスだったんですね、うん、今でこそもうだいぶ落ちましたけど、当時世界4位ぐらい の、 うもうその為替業務といえばもうドイツ銀行ぐらい、うんうんうん、EU の為替業務やってるのはどこ、ドイツ銀行ぐらいの代表格なんで、うん、もう資金そういうお金を買えるのは得意中の得意。なるほど。っていうことですね、うん、でその、金額が約26兆円っていうことで、うん、もうとてつもなく巨大、うん、これを本番とした過去最高の額のマネーロンダリング額ということで、うん、大事件に今発展してるわけですね。あら、うん、やっちゃったねそれもうずっと長年かけてやってきたんですか。そうそう、長年かけてやってます。あ、うん、もちろん EU の中で、 EU は当然アメリカと仲良いわけで、うん、言ったら敵国じゃないですかロシア。そのお金をドルに変えてたってこと、それをやってたのドイツ銀行ってことで、うん、また何やっとんねんってことでしょ。思いますね、うん、っていうことは今なってるわけですね。はあ、で実際にね、ダンスケ銀行、そのデンマークの最大銀行ダンスケ銀行の株は、うん、2018年の初め頃には 250DKK デンマーククローネって、うん、あの デンマークは EU 使ってないですよね、うん、あーユーロ使ってないですね。そうですね、 EU に入ってるんですけどユーロ使ってないんですよ。そうですね、ポンドとクローネぐらいかな、うん、もう一個ぐらいあるんかな、ちっちゃいとこでありますね、うんうん、スイスとか、ああそうですね、イギリスはポンド使ってるし、うん、デンマークはそのデンマーククローン使ってるんで、うん、まあ単位が DKK になるんですけど、うん、250DKK やったんですけど、今この 2月3月の株価終値でいうと 120DKK ぐらいになっています。うーん、つまり簡単に言うと約半分になったってことですね。うーん、株価がね、だこの5ヶ月ぐらいずっとこれぐらいの株価でもう推移落ちてしまってるんで、うんうん、まあ、このや半分になったってことですから、この超大暴落からもこの大事件の大きさが分かると思います。で何度も言いますけど、ダンスケ銀行はデンマークで一番大きい銀行なんで、はい、まあ、日本で例えたら三菱 UFJ 銀行ですよね、うん、その株価が半分になったってことは大問題じゃないですか。大問題ですね、えらいこっちゃですね、うん、もう1年ぐらいでね、うん、1年も経たないぐらいでね、半分になってずっとそれで推移してる、うん、回復しないっても大問題じゃないですか、うん、っていうことが起こってると。そしてこの事件を受けてですね、そのダンスケ銀行のエストニア支店経由でそのロシア顧客に、約26兆円以上相当の大規模な資金洗浄が、言ったこのマネーロンダリング疑惑やったんですけど、それを認めて CEO は辞任しました、うん、おお、つまりほんまやったと。ほんまやったんや
すごいね。もう隠せ通せなかったんだ。うん、通せなかった。どうしようもなかったんだ。うんうん、あ、社長、まあ、言ったらトップを辞めたってことね。責任取ってってことです。うんうん、でもちろんこの事件はもうデンマーク経済自体の危機にも当然つながるってことですね。そうですね。だって一番大きい銀行がやばいですからね。うん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 。うん、つまりこれはイコールいつも言っていますけど金融機関への CDS をはじめなどをはじめとした EU 全体の危機に当然つながり、うんうんうん、結局最後はドイツ銀行に行き着き世界が終わるという、やばい、このコーナーのおなじみの流れの最悪の流れがまた起こっているんです。なるほど、うん、デンマークから始まるとはっていう感じですね。そうですそうです。はー、うん、まさかのところから来たと。うん、しかもドミノ倒さんでも本丸自体やばいしね。本丸が悪いことしてましたからね。そうですよね、うん、実行犯ですよね、まあ、言ったら。まあまあそうですね、自分たち認めてなかったのに、うん、ダンスケ何してんねんって感じでやってますからね。後で言いますけどドイツ銀行トップはやってませんって言ってます。言ってます、ね、まだ言ってます。そんなんじゃないんだよ、うん、ダンスケ銀行の CEO は認めてやめました。あら、まあ、だからデンマークのこの金融が危なくなっても当然 CDS は炸裂するんで結局も同じことになりますね。そうですね、だからずっと僕はイタリアとかやばいとか言ってましたけどデンマークも今やばいと。まさかの、うんうんうん、結構優秀な国やったと思ってたんですけど、うんうんうん、やばいってことですね。なるほど、入っちゃったわけだね、うん、はい、はでもちろんですよ、ここからまた大事な話になりますけどこの事件は当然ドイツ銀行にももう大影響が出てますと、うん、でドイツ銀行はもうずっと言ってますけどもうずっとやばいんで2018年、うん、去年はもうずっと株価は低迷してたんですね、うん、というか長期で見ればもう完全な右肩下がり、うん、2018年の1年間だけでもね、うん、ずっと僕は4年前からやばいと言ってますけどこの2018年の1年間だけで見ても株価半分になってるんですよ、うん、でその理由はいろんな人がまあいろんなふうに解説していていろんな原因はもちろん考えられるんですけど、うん、やはりこのダンスケ銀行に絡む巨額マネーロンダリング事件もかなり影響を与えているってことですね。なるほどね、はい、うん、まあ、26兆円以上のマネーロンダリングに絡んでたと。しかもある意味アメリカと EU でいうともう敵国といえるロシアの資金をマネーロンダリングしてたっていうことですから、うん、まあ、直してもおっしゃったようにそれがドイツ銀行が実行犯なわけですからね、うんうんうん、預かったのはダンスケ銀行だとしてもそれ変えたのはドイツ銀行ですから、うん、そうですね、これによって例えばドイツ銀行がこれからも海外業務その国際業務を続けられるのかっていう懸念が浮上するわけですよ、うんうんうん、それがもし禁止とか制限されたら終わりますから、うーんってことですよね。なるほどね、うん、ほう、そんなようなこともあってですねドイツ銀行の株価は今現在はですね10ユーロを下回りだいたい7ユーロ台です。ほー、うん、暴落、もうと日本で言ったらクズ株みたいな、ほー、まあ、そこは言い過ぎかもしれんけどそれぐらいの勢いですね。へー、うん、だドイツ銀行って先進国の、ね、中のある銀行であってドイツで最大の銀行であって、うん、世界的に見ても超巨大な投資銀行ですけど、ね、株価が10ユーロ下回るっていうのははっきり言ってもう異常です。うーん、かなりの異常事態、うんうん、でもう本当に価格的に言うと倒産相場に近いですね。うーん、って言ってもいいぐらいになりつつあるってことです。でドイツ銀行このコーナー始まった時は世界4位って言ってたんですけど、うん、今現在で言うとね大体三井住友銀行と同じぐらいです。あ、だいぶちっちゃくなっちゃったけど、まあでも大きいですけどね、もちろ ん、うんうんうん、でも世界4位やったことに比べたらだいぶちっちゃなったんですけど、ね、三井住友銀行の株価は100円切ってるって言ったら大変でしょ。ちょっとやばいですね、うん、そんな感じですよ、うん、へえ、ドイツ銀行がね、どうしよう。だからもうここで BGM でオフコースのさよならを流してほしいぐらい。いやでも僕たちもさよならですよね。知らないさよなら。知らないです。うちやん。まあだいぶ古いからな。そう。僕らの世代なんで。あ、そうですか。知らない方はオフコースさよならで歌詞検索してもらうとすごく大変っていうことが分かる。状態が分かる。なるほどね。でドイツ銀行の株価はですね、その2018年7月下旬ぐらいから8月上旬にかけて一時的に10ユーロちょっと回復したんですけども、うん、その後は再びもう10ユーロ割れて、まあ、一時的な動きを除けばもう 10ユーロ割れがもうほとんどとなっております。うん、ちなみにリーマンショック前の2007年か、うん、では株価はなんと107ユーロあったんですよ。うん、だから今ではもう10分の1以下ってことですね。107ユーロあったんだ、うんうん、今では10分の1以下、でもその当時から
例えばアメリカの IT 企業ファングとかで言ったらその当時から言ったら最高値どんどん更新しているのに、うん、ドイツ銀行はもう10分の1以下になっていると。へえ。って考えたらだいぶなことですよね。だいぶやばいですね、うん。まあ、リーマンショックでみんな下がったけどそのアップルとかはもう史上最高値どんどん更新していって、うん、世界一の企業になっていったりしていったわけですけど、それぐらい一緒ぐらいっていうかもっと優秀やったドイツ銀行は逆にもう10分の1以下になっているということですね。大変なことになっているってことです。ね、さらにですね、必須やね、上昇必須ですね、うん、さあ2018年9月にはですねユーロストック50指数っていうのがあるんですよ。これは簡単に言うと、ユーロの中で超優秀な銘柄の50銘柄を集めた指数ですね、うん、日経平均とか、うん、トピックスとか S&P500 みたいな中と一緒、イメージは全く一緒ですけど、ユーロ圏の先進国11カ国の中で、スーパーセクターと呼ばれるぐらいその中の上位銘柄ね、うんうんから構成される株価指数なんですけど、うん、そのユーロストック50指数っていうのにドイツ銀行もちろん入ったんですけど、うんうん、ついに2018年9月去年の9月に外されました。しかもこれこのユーロ、ストックっていうのができた開始以来一番古い銘柄だったんですよ。もう超優秀やったから、ね、あ、そうなんですね。そのユーロストック50の超優秀一番古いもう絶対的エース最古の大先輩やったドイツ銀行ついに外されたんですね。はあ。これ大問題でしょね、うん、もう時代が変わったんですね。そういうことですね。センター下ろされた、ね、センターどころかグループからもう抜けさせられたってことですよ。うん、不祥事やね。まあ不祥事をしたってことですね。まあだから日本で言ったら三菱 UFJ とか三井住友とかそんなとこから外された大問題じゃないですか。ほんまや、その銀行大何か絶対大問題抱えてるじゃない。そういうことですね。あ、でこの ちなみにこの事件に関して言いますと、うん、2018年の11月にですね、去年の11月にですね、そのパナマ文書ってあったじゃないですか、うんうんうん、そのいろんな資産隠してるのが世界的に暴露された事件ね、うんうん、まあ、あの裏話はしたらあかんかもしれないけど、うん、パナマ文書事件 の、 、うん、のパナマ文書が発表されて、それでいろんな人がマネーロンダリングもそうじゃないかと、資産隠そうじゃないかというその一環で、そしてこの男性銀行のとかも出てきたんですけど、それでドイツ銀行に170人もの警察官とか検査官とか税務調査官がもう家宅捜索に入ってます。おーおーおー、大規模ね、すごい大規模に。あ、去年からじゃあ1年ぐらいはもうずっとやってるってこと？あ、そうやってます。はあ。ただドイツ銀行のクリスティアン・ゼービング最高経営責任の CEO は、うん、ドイツ当局による本店など数カ所の捜索ありましたと、うん、でマネーロンダリング疑惑について自分自身が、うん、社長が個人的な捜査対象になるとは思ってませんって言ってます。だから悪いことしてませんってことですね。パナマ文書とかのメブルタック成分疑惑とかのメブルってずっとドイツ銀行本社のフランクフルト本社とか取締役メンバーのオフィスとか捜索されたんですけれども、自分は関係ないと、うんうん、全然俺は別に捜査対象と思ってませんっていうふうに言ってますね、うんうん、まあね、悪いことしてないでしょうね。そんな感じで、まあ、ドイツ銀行自体は別にして してませんと言ってない、明言はしてないけど、そんなことはないみたいなイメージで今いてはる、うん、なるほど。しらーっとでももう出てるんですよね、その証拠がというか。まあでも誰の資金かがわからないところから、うん、なかなか立件は難しいかもしれないですね。あ、まあ、ね、ロンダリングかどうかのね、うんうん、とかいろいろあると思います。まあでもダンス銀行の社長はもう潔く責任取って辞め入りましたけど、ドイツ銀行社長は、うん、いや、そんなことないし、俺は別に何も関係ないみたいな感じで、それでいけるんですね。分かんないですよ、まだ調査中ですからね、今後何か起こるかもしれないですけど。そうだね、これでなんか逮捕とかなったらまたドイツ銀行問題もいよいよ終止符を打つんで、うん、そこも含めてなかなか踏み込めないとこもあるかもしれないですね、ドイツもね。ソフトランディングさせないとあかんのは分かっていることなんで、まあまあいろいろあるとは思います、裏の事情も、うん、そうですね、うん、もういっぱい裏が絡んでると思うんですよ。いろんな裏があって出せないんでしょうね、うん。まあ、ちなみにずっと言ってますけど、ドイツ銀行はメルケルさん今の首相の最大の支援者ですから、うんうんうん、まあ、なんとでも、なるほど、裏はあるんかも。そうですね、ドラマの話ですけどね、まあ、ドラマやったらねもうそれはいろいろされるよね、うん、警察入ってきたら首相に電話して何とかしてって言うじゃないですか、ドラマやったらね。うまいね。ドラマですけどね、うん、来た来た来た。お帰ってったわ。
そうなんですね、ドラマね、ドラマね、うん、ということです。で実はですね、うん、これが今この巨額大事件のまあ大体の概要なんですけど、実はね、うん、ドイツ銀行はまだ悪いことしてるんです、こっちは完全に報道ほとんどされてないんですけど、うん、このダンスケ銀行が発覚したのは去年ね、うんうん、その1年前にも実はすごいことしてるんです。あ、そうなんですね、はい、実は2017年7月ぐらいにですね、うん、中国から逃げてアメリカに亡命した中国のある実業家の方がいているんですね、郭文貴さんという方なんですけど、うん、この人個人資産は約2550億円持っている、うん、2550億円ね、日本円に換算したら超大富豪、大富豪だね。すごいビジネス成功されて、うん、中国でもイケイケやったんですけど、まあ、いろんなことあって中国政府が目をつけられ、うん、いろんなことを暴露し、うん、もうやばいからアメリカに逃げた方がいるんですよ、うん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 、その人の YouTube と Twitter は一瞬で消えましたけどね、うーんYouTube やってはったんですね、まあ、アメリカに亡命してから中国の暴露する YouTube と Twitter やったけど一瞬で何か消えたんですけど、あ、そうですか、そうですかあったんですけど、その人がですね、うん、その郭文貴さんって方がいろんな暴露をしてるんで、その中でドイツ銀行が中国共産党の、うん、まあ、中央規律検査委員会書記長、つまり王岐山さん、つまりナンバー2の人 の関連する会社からの資金洗浄でアメリカ政府が実は調査されていると暴露しました。へえ、ドイツ銀行は中国のね、まあ、言うたら大きいさんって言ったら中国の中枢やから、言うたらその中国の巨大マネーのマネーロンダリングをしてるんですよっていうのをアメリカが調査してるっていうことを暴露してるんですね。へえ、ドイツ銀行はロシアの金お金も資金洗浄したし、うん、中国のお金も資金洗浄してたんです。ほう正確に言うと2017年は中国のお金を洗浄し、2018年はロシアのお金を洗浄してることが疑惑が出てきたってことですね。なるほど、ねえ、うん、ロンダリング屋さんやな洗濯屋さんなんで、洗濯屋さんクリーニング屋さんやから ねそれが商売やから、うん、だからね、ドイツ銀行はもう経営的に今日やばいし、デリバティブもやばいし、 CDS もやばいけど、うん、そんな逆にやばいことはもっとしてたってことですがこの2年でバレてきたってことですね。なるほどね、もちろんもっと前からずっとやってるわけですから、それがこの2年でバレてきたってことですよ。なるほどなるほど、うん、ドイツ銀行はいい時は誰も言わへんかったというか、強かったから誰も、うん、そんなところまで踏み込まんかったけど、うん、もう歴史的にずっとやってきたんかもしれないですね、まあ、そんな証拠はないけどね、証拠ないけどね、うん、まあ、逆に言うとドイツ銀行を潰した勢力が今いるってことですね。なるほど、このニュースが出てきてるってことは。なるほどね、うんうん、それ誰、いやいや、え、ちょっと待ってどういうこと、ドイツ銀行を潰したい勢力がいるってこと、ね、名前をもう言っちゃってくれ、なんでやねんあのね、ここまで聞いてね、うん、そもそもね、うん、その視聴者の皆さんでね、思っておられる方がおるかもしれないんで聞いておきますけど、はいはいはい、なんで資金洗浄したらダメなんですか、うん、どういうこと、どういうこと、資金、うん、マネーロンダリングってなんでしたらダメなんですか、ええやん、例えば犯罪で使う、まあ、一般的な意味で言うと、うん、犯罪で稼いだお金をそのまま使ったら番号とかでバレるから、うんうんうん、一回別のお金に変えて、うんうん、使えるようにするためにマネーロンダリングするわけじゃないですか、うんうん、悪い人たちがね、うんうんうん、そういうことですよ。でもロシアの23兆円が全部そんなブラックマネーじゃないわけでしょ。あのちょっと何言ってるか分からなかった、自分でも、自分でもドラマ見すぎじゃない、まあまあ、うん、あんまり神尾 TV はですね、そうそう、このギリギリのラインよりちょっとこっちの安全圏を歩きたいので、そうやね、まあ、移動平均線にサポートされたいよね移動平均線とかレジスタンスにつきたくタッチしたくないんでドラマの話はしない、わかりましたもう僕の空想の話夢見てたんちゃうということでね、うん、あ、まあ、資金洗浄良くないまあ一般的にはだから資金洗浄してテロリストに流すとかっていう意味でマネーロンダリングダメっていうんですよね、うんうんうん、一般的な意味で、そうですね、そういうことでよかった。そんなでっかい規模の資金洗浄なんか聞いたことなくて、うんうん、どういうことなのっていうね、うんうん、何が悪いのもうそこまで国家予算よりもいてもうてるような額じゃないですか、誰が持ってるそんなお金ね、え、うん何したんですか、なんで一瞬で殺されるから、うん、俺が持ってた
というわけで、そんなマネーロンダリン、マネーロンダリング疑惑がドイツ銀行にかけられている、うん、ってことですね。まあ、もうほぼかなりブラックに近いグレーですけどもね、はい、誰もグレーというかブラックやけど誰も開けられへんっていうね、うん、確定したらこの世が終わるふうにも思いますね。そういうことですね。うん、とにかくだから世界経済を壊滅する超巨大爆弾の大本命であるともいえるこのドイツ銀行問題はですね、いよいよもう本当に最終章に入ったということですね。ほんまやね、うん、まあ言うたらいつでもできるっていう話やん、潰すのはね。そう、うん、いつでも世界経済潰せる準備は整ったわけですよね。そうです、そうです。あらこれ状況整ったら、うん、もしかしてやるかもしれんね。ポツッと押すだけでも。え、誰が押したいんですか。押したいんですか。名前をどうぞ。なんでやろ。いかへん言うてる。突き刺してもドン行くで今。な、僕がこのドイツ銀行が超絶にヤバいっていう動画を初めてアップし、うん、まあ、7500兆円のデリバティブ問題とか CDS 問題についてね、最初にご紹介した時でも株価まだ30ユーロぐらいあったんですよ。まだ3倍以上あったんですね、うん、今もう10ユーロ以下7ユーロなんで、うん、4分の1とかもうなってますから、その紙でも、うん、もうそんなことになってるってことですね。なるほどね、うん、だからこれもう、裏情報とはファンダメンタルだけではなくですね、もういよいよ株価という最後の砦の面で見てもですね、うん、実質的な面、その物理的な面で見ても倒産破産のレベル、うん、いよいよドイツ銀行破綻っていうレベルに入っていってるっていうこと、まあ、足を突っ込んでるって感じですね。なるほどな、うん、まあそうだね。そしてこの万が一ですね、このドイツ銀行が破綻したらですね、このコーナーずっと言っていますように CDS が炸裂しますんで、うん、EU の金融機関の連鎖倒産から始まり、まあ、もちろんギリシャとかそういうスペインとか国自体の破産にもつながって、デフォルトにもつながり、うんうん、そしてアメリカも日本も世界も巻き込まれ、全ての経済は完全に崩壊します。強行やね。強行じゃない、終わる。強行は不景気ですから、ま、そうですね、あんなんじゃないですよ。これ人類が経験したことないレベルですからね。なるほど、うん、じゃ今のシステムが全て崩れ落ちるってことですね。そうそう、人類が貝の時代から貝の交換から始まり、あの日本で和道開珍とかができたあの貨幣通貨から始まったこの歴史が全部終わるってことだ。なるほど。終わったらどうなるんですか。ビットコインの時代や。一部そういう、まあ、ビットコインかどうか置いておいて一部そういう説ありますけどね。そういう説はね、それはまだ明るい方ですから。うん、今のうちにちょっとでかまあそういうね、貨幣システムがね崩れ落ちるなくなるということも想定して何ができるかっていうことをね、うん、まあだからまあ、いろんなパターンは当然考えられますけど、全世界がベネズエラみたいな超インフレだったとかね、そんなことないわけですよ、うんうん、わけわからん経済状態あるってことですからね、うん、ただ歴史が経験したことないレベルなんで、うん、1929年世界恐慌とかとは話が違いますから、もう規模も違いますから、うん、もうどうなるかわかんないけど、その引き金がもう指かかってるってことですね、トリガーに。今にも、はい、もう長渕さんがおっしゃる、誰かが押したい人が押せばいいだけの状態、すべての準備はもう整ってるぐらいです、うんうんうん、なるほど、ってことですね、うん、はい。じゃあとりあえずあのシステム崩れるかもしれんけど、プットオプションやな。まあ、まあ当面はね、当然そうですね、うんうんうん、そうだね、うん、一回押し目作るやろうからな。もちろんね、今すぐどうなるとか、今すぐ超巨大爆弾が爆破するということはもちろんないですけども、うん、このドイツ銀行がやばくなればなるほど世界の株価とか為替もそれに比例していよいよ本当に超絶にやばくなっていきますんで、うん、このことだけはちょっと知っておいてください。そうだね、はい、うん、当然世界のもう上の人たちは全員このドイツ銀行問題分かっているわけですから、うんうん、ドイツ銀行やばいとなると当然売ってきますからね、うんうんうん、当たり前ですけど、そうだね、はい、なのでそこはもう世界に全部影響してくるってことですね。なるほど、うん、で何かあったらですね、ここから先はもうちょっとどんな細かい動きでもこのドイツ銀行の最新情報は紙容量の LINE アットの方へ送るつもりなので、うん、まだ登録されてない方はぜひ登録しておいてもらえたらと思いますね、はい、すぐ送りたいと思います、うん、ということでですね、ドイツ銀行はまたまたやらかしたということですね。ねえ、うん、大変な時代に大人になったな。なあ、うん、若い人返せやな。そうですね、そうですね、それはほんまに思いますね。分からへんけどな、これからどうなるか、うんうんうん、ちっちゃい子とかどうなるんですか、今ちっちゃい子。そこが一番かわいそうです。そうやな、もう鬼塚千尋のあの曲を流しておいてほしい。
どの曲どのデビュー曲腐敗したうちだ。あ、神尾 TV のテーマソングにした。なんで暗すぎるわ。それからオフコースのさよならをテーマソングにした。テーマソングちゃう、もうあれ帰ってこられへんやつ。という感じでちょっといつも通り超くだい話題になってしまったんで、最後にちょっとだけね、明るいこと言おう、歴史の豆知識というか、まあもちろん神尾 TV に寄せられる感想なんかやっぱり裏話聞きたいって声多いんですけども、世界の本当の裏話を知りたかったらここら辺は絶対押さえておかないといけない知識コーナーということで、ちょっとだけやっておきたいと思います。そんなことやり始めるの、今後ちょこちょこ入れていこうかなと思って。そうだ、もうちょっとさ途中に入れてよ、もうしんどくなるから。最後なんかほとんど見てないけど、最後見た人だけが知れる。なるほどね。で前回フランスの時もちょっとねいろいろ言って結局ほとんどピー入れちゃったんですけど、ピー入れたりカットされたりしますよ。あの個人名出しすぎたんで。あれね、あれあれ、ロスチャイルドとかそんなぐらいだったらいいけど、歴史に普通に出てこない人の名前いっぱい言ってしまったんで、全部ピー入ってましたね。全部ピーやんか。オンエア見た時ね、しょうがないよね。で今回はですね、この話の中に出てきたデンマークについてちょっと言いたいんですけど、デンマークというとですね、まあデンマークって言ってパッて何思い浮かびます？あんまり馴染みないですよね、日本には。ないね。このなんかこの製品とか、うん、まあ、例えばさっきの週刊の仮想通貨でアルゼンチンって言ったら、まあ、サッカーとかマラドーナーとか羊いそう。デンマーク？いや、おらんやろ、絶対寒いやろ。あ、そう。もっと寒いデンマーク羊はおらんか、断言はできんけど、こんなさそうやな。いや、おるやろうけど、その有名ではない。まばらに羊毛でなんか頑張ってはないけど、デンマークな、食器とかあるけどね。あ、そうやね、まあ、そんなぐらいかなと言われますけど、北欧やな。北欧ですね。うん、で食器とかでも代表されるんですけど、デンマークというのはですね、実はですね、うん、世界で2番目に長い王朝なんですよ。あ、そうなん？うん、うーん、王家の始まり、王朝って王家ね、王様、うん、女王様ですけど、世界で2番目に長いんですね、実は。歴史がめちゃくちゃあるというか、うん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 、で王家の始まりは8世紀とも10世紀ともいろいろ説あるんですけども、うん、ヨーロッパで言って最も古い王室なんですね。それが代々続いてるってことです。ほうほうほう。今の方がマルグレーテ2世っていう方で、うん、リュスクボー朝っていうとこ、うーん、グリュックスブルク朝とも言います。うーん、難しいね。このリュックスボー朝とか何々朝っていういわゆる王朝の名前ね、うん、これを実は押さえておいてほしいんですよ、王朝名を、うん、ここを押さえておかないと世界の裏話絶対分かんないんで。あー、なるほど、はい、ということで今後これを入れていこうと思ってるんで覚えておいてください。あ、デンマークの王朝の名前言っていくの？いや、言っていかないよ。そこまで言っていかないけど、こういろんな世界の王朝、あ、国々そういうのが王朝あるから、そこを知っとかないと本当の宿罪名出てこないってこと、ね、なるほどなるほど、うん、あの世界地図のやつ、あ、じゃあなんか高校生の時にもらったようなさ、うん、王朝の流れあるやん、うん、あれええよな。ああ、いいですね、うんうん、知らない、見たことない。あ、そうですか。あるんですよ、ネット探しもあるから。あの、見たことないことはないけど、落書きしてたから気づけないんじゃないかな。それか破いてたから開ける前に捨ててたから。そんな感じでデンマークはすごく歴史が長いってことですね。で3位がですね、実はイギリスです。あ、イギリスだ。グレートブリテンおよびアイルランド連合国ね、うんうん、まあこのイギリスに関して言うと、国の始まりがどことか、うんうん、ずっと本当に王朝続いてるのかっていうと、歴史学者の中でもいろんな論争あるんで、うん、まあまあその細かいことは今回置いときますけど、すね、一応3位ってことです、うんうんうん、もちろん今はエリザベス女王ね、うん、エリザベス2世で、うん、ウィンザー朝です、うんうんうん、第4代かな、うん、42代イングランド女王です、うん、ウィンザー朝、これも覚えておいてください、うんうん、すごく大事になってきます後々に。朝っていうのはさ、あれやんな、昭和とかそういうことやんな。いや、違う、血筋ですね。あー、そっかそっか、うんうん、何々朝っていうのは王朝の朝ですけど、朝って書きますけど、うんうん、いう感じで言ったらそのウィンザー朝ってウィンザー家。あ、そうだそうだ、うんうんうん、ウィンザー一族の王様ってこと、王様、女王様ってことね、うんうん、血筋のことね、うん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 、だから七不死鳥みたいな感じ。七不死鳥ね。七不死さんが王国を作った七不死鳥の初代王様ってこと、うん、なるほどね。七不死一世ってことですね。一世だ。そんな感じです、うん、名字って言ったら語弊ありますけど、まあ、そんなイメージで思ってもらったら、まあ、
多くは外れてないと思います。この〇〇朝っていう王朝の歴史などを押さえておかないと世界の本当の話は全く読めないってことなんですね。ってことです。だからロスチャイルドとかそんなもうどうでもいいんですよ、うんうん、そんな関係ないからあんな下っ端なやつは、うん、ってことです。なるほどね。でちなみに4位以下で言うとスペイン、うん、スウェーデン、うん、でタイ、うん、バーレーン、うん、オランダ、ベルギー、トンガですね。バーレーンとか長いんだね。長いです、長いです。へえ、うん、あのだいぶ中世から続いてますからね、長いですね。そして言ってなかったですけど歴史の長い王朝の1位はですね、うん、これもちろん言うまでもなく日本です、うん、へえ、うん、ダントツ、ダントツで意外に知らないんですよ日本人がこれを、うんうん、絶対言ったらあかんこと言うな今のもずっとピーエといてそれ言ったらなんピーずっとピーでもその世界一長い、うん、だから世界の王家の人たちも日本 の, その天皇家には敬意を払うっていうふうに言われてますね、うん、へえ、アメリカなんてまだ500年ぐらいの歴史だから、うん、あんまりにも歴史長い日本にはすごく敬意を払うっていうのはそこもありますよね、うん。でまあ、日本の始まりはどこ、古事記とか日本書紀の記述をどこまでこう、ね、歴史的資料として見るかによって長さ変わってきますけども、うん、そう、ね、って言っても、まあ、第10代数人程度とかからと仮にしたとして もう世界でダントツに長いのが日本ですね、うん、圧倒的1位なんですね、うん、っていうことをこの辺こ、まあ、ちょっとした歴史の話ですけど今回はこのそういう王朝の話をちょっと覚えておいていってもらうとだいぶ見えてくるものがあるということでございます、うん、そうですね、はい。ちなみに中国4000年の歴史って言いますけど、うん、あれは遅いですからね。そうですね、うん、なぜなら中国って土地で何回も王朝変わってますから、殷周秦漢ってね、うん、全然違う人たちがこう支配して支配して支配してってなってるから、そうそうそう、違う国になってるんですよね、うん、そのたびに、うん、そうそうそう。で今の中華人民共和国できたのは1949年なんで、うん、まあ70年の歴史しかないんですね、うんうんうん、だから中国70年の歴史なんですよ、うんうんうん、正確に言ったらね。中国4000年の歴史は全王朝大した時に、うん、しかもだいぶ古い王朝とか、うん、かとか存在したかわからないような王朝も入れてるから、うんうんうん、ってことで、そうですね、めっちゃ持ってますね。あ、持ってる。中国は盛るんよ盛らない、盛らなあかんっていうあの国やから、どっちかというと。あ、そうそうそう、中国の歴史、中国の歴史の書き方と西洋の歴史の書き方と日本の歴史の書き方は違うんですよ、うん、こんな話はなくなるためとちょっとしたね、うん、話でもう多分10分ぐらいしたこっちでメインコーナーできるで最後にちょっとデンマークの話だけもうちょっとだけ余談言っときなんですけど、デンマークにはですね、うん、今現在も例えばアウグステンブルク家とか、うん、貴族がいるんですよ、うん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 、で現在のデンマーク貴族はですね、うん、法律によってなんと免税特権があるんです。羨ましいでしょ。いいな、お金払わなくて、税金払わなくていいんです。すごい、まあ、それだけね、国の、うん、まあ、言った天竜人ですよ貢献してきたわけですから、建国とかの時期から。そうそうそう、しょうがないですよまあ、さっきも言いましたけど、さらにデンマークの豆知識としてはですね、うん、デンマークは EU に所属してるんですけど、なぜかユーロを使ってません。うん、なんでですか、ズバリ言ったってください。いや、なんでですかデンマークとイギリス、まあ、あともうちょっといくつかちっちゃい国ありますけど、うん、大きいところってこの2つはなぜか EU やけどユーロを使ってます、うん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 、なぜでしょうね、うん、ね、謎は深まりますね。いやいや、ね、みんな知ってると思うんで最後は超ちなみにのちなみにですけど、うん、2年前の話で言ってもデンマークでは現金の使用率ってなんと 10% 以下らしいです。うーん、ほとんどキャッシュレスですね。あ、そうなんだ。でもう2017年の1月時点で造幣局を閉鎖しました、うん、マジで、うん、なかなかやるねつまりお金吸ってないってことですほうほうほう、紙のお金を。で効果ね、効果は一応あるんですけど、これ海外に任せてるんですよ、工場って、あ、作るのを、うん、だからデンマーク国内では2017年1月で完全にお金を作るのやめたってことです。うん、まあ、それも大変やったやろうかなするの江戸か日本なんかまだ吸ってますもんね、こうやってね、黒田総裁が売れまくりして金融緩和やETF 買うためにいっぱい吸わな
もうデンマークではもうその紙幣するのはもう2017年1月やめたす。すごいね、うん、でうん、すごいのは2030年に現金を廃止することを決定してます。マジで、うん、現金でもうキャッシュがなくなるってこと。そう、あのそのクレジットだったりなんだったり電子決済です。電子決済、電子マネーになるってことです。ほう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 。あ、だからもうだからこういうものがなくなるんや。コインとか紙幣とコインを完全廃止を決定してます。そんな太陽のフレアとかがさブーンいって、うん、なんかねえ、うん、電子機器使われへんようになったりしたらそういう事故とかどうするんかな。あの大規模地震、まあ、地震があるかどうか別としてだそういう時に電気使わない時でしょ、うん、分かんない分かんないでももう現金を完全廃止で決定してるんです。それがまあちょっと金融では進んでるんですね。まあなんかね対策はいろいろ考えてあるんですけどね、うん、ということでちょっと雑談も長くなりましたけども、うまいです。そういう背景も抑えてもらいつつの、うん、今後のまあ裏回しを聞いてもらうとより深いところが分かってくると思いますし。なるほどね、うん、OK、うん、じゃあサブチャンネルでいいから俺世界の王朝コーナーやろうかなただの世界史。あ、世界史ならいいけど、そう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 、リアル王朝の話したら一瞬で消えますよあの山川の教科書に書いていることしか言わない。ああの歴史のね、うん、そうそうそう、世界史 B に書いてることだけ言えば全然それはもちろん何の問題もないから、ね、そう、何の問題もない、うん、はいはいはい、ということで、はい、あの本題に戻るとドイツ銀行はもうやばいということです。やばいと、はい、もうダメだ、うん、っていうことですね。やばいっていう、やばいのになんかすごいやばいことしてるっていうことですね。ということでちょっと引き続き重要ということですね。そうですね、これも注意していかないとダメですね。投資家とかだけじゃなくて全人類が、ね、人類の生活に影響してくる話ですからね。ほんまですね。随時最新情報をお届けしていきたいと思います。はい、はい、ではここもちょっと長くなりましたけど見ていただきましてありがとうございます。はい、今後は最新情報をお伝えしていきますのでぜひ見逃さないためにもチャンネル登録の方お願いいたします。お願いします。皆様と LINE やっておりますこちらもご登録ください。はい、先ほど言ったようにドイツ銀行の言い方はすぐ LINE やっておらせてもらいますので、うん、登録しておいてもらいたいと思います。ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。この動画を見てもらえた方はぜひ Twitter などシェアもお願いします。動画説明欄にこの動画に関する説明やインスタグラムに Twitter などのリンクも貼ってますのでぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。